こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首、八十五回目は四十四番中納言浅忠の歌です。こちらを二回に分けてお送りします。会うことの耐えてしなくはなかなかに、人をも身をも恨みざらまし、会うことの 耐えてしなくはなかなかに、人をも身をも恨みざらまし。周一衆巻十一の恋の部に、天略のお恩時の歌合わせに、として出ている。浅忠は、この記念すべき歌合わせに召されて、無度つがえて五度勝っている。六戦五勝という好記録である。 あの人との恋の機会が全くなかったならば、かえってあの人を恨んだり、自分を辛がったりすることもなかったろうに、なまじ一度の愛の時を思ったばかりに、いやまし募る僕の苦しみ。朝ただのこの歌につがえられたのは、右肩の藤原元真の 君凍うと、かつは消えつつ、降るものを、かくてもいける、みとやみるらん。君凍うと、かつは消えつつ、降るものを、かくてもいける、みとやみるらん。である。あなたが恋しくて、私はほとほと消え入りそうな状態なのに、これでも、 あなたは私を生きているとご覧になるのですかこの判定は左右の歌、意図おしと双方を認めつつ、されど左の歌は言葉清げなりとて左をもって勝ちとなす。浅忠の歌が勝ちとなり、これは浅忠の代表作となった。 この歌は、恋という字が一つもないのに、恋歌となっているので、その点からも古来、引用例にされて有名である。王朝の恋は、それぞれ型が決まっていて、忍ぶる恋、未だ合わざる恋、大手合わざる恋、などと分類され、それが歌のテーマになる。浅忠の歌は、 大手合わざる恋の例である。会うは恋の時間を持つということの婉曲表現だから、一びは機会を持てたのに、あとなかなかそのチャンスが来ないという状況が、大手合わざる恋であろう。右肩の歌も同じテーマである。ただ、元ザネの歌は、 常に言葉遊びに出する点がある。それに反して、浅忠の歌は調べが流麗で、言葉選びがスッキリしている。浅忠は三十六化戦の一人、右大臣貞方、二十五番のサネカズラの歌の作者の息子である。順調に出世して、 中言に至ったが後方3年966年57歳で没した土門の中納言とも呼ばれる朝忠は読書家でまた将の名手であったとも言われる今日はここでおしまいにいたしますありがとうございました。